はい、冗談英会話です。今回は中学校とか高校で出てきた関係代名詞についてやっていきたいと思います。で、この動画を見て、紹介するフレーズを習得していただければ関係代名詞の使い方がわかります。で、関係代名詞なかったと思うんですけど、あれってテスト解くための問題、テスト解くための知識を得たと思うんですね。でも英語の目的っていうのはコミュニケーションを取るためです。なんで今回のフレーズを習得することによってコミュニケーションを取ることを目的とした、関係代名詞の使い方が分かると思いますので最後までご覧ください。中学高校では目的詞が先行詞になってとか主語が先行詞になってとか、もういよいよ接着剤ですとかいろいろ言われたと思うんですが、それだったらね、なかなかコミュニケーションを取ろうっていう時には使えないと思います。ね、こうテストに問題が書いてあって穴埋め、ここは何が入るかとかだったら解けるようにはなると思うんですけど、それは本来の英語の目的ではないと思うので、今回はコミュニケーションを取るためっていう上で聞いていただければなと思います。で、関係代名詞を習得すればどうなるかっていうと、より自分が説明したい名詞について詳しく言うことができます。例えば、可愛い女性っていう言葉だけだったら、まあ、ただ可愛いという情報しかないじゃないですか。でも昨日会った可愛い女性とかだったらよりイメージが湧きますよね、聞き手側も。なんでこういった昨日会ったとか、あとですね、私と一緒に働いている女性とか、はい、あと昨日ペットショップで見た犬とか、そういった風に情報を付け加えることができます。そういった場面ってたくさんあると思います。なので関係代名詞は非常に有効なテクニック、コミュニケーションテクニックなので覚えていきましょう。じゃあ今回紹介するフレーズは She's someone who can't be mine. She's someone who can't be mine. です。はい、ちょっとね気持ち入れて言ってみましたが、これは Notting Hill っていう映画のワンシーンで出てきたフレーズです。で、 Notting Hill っていうのはイギリス人の一般男性とハリウッド女優の、まあ、大スターですよね、がひょんなことから知り合って恋に落ちていくっていう話なんですが、うまくいってはうまくいかなくて、うまくいってはうまくいかなくてみたいなことがこうどん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 繰り返し行われます。そして、うまくいった後にやっぱりダメだったって男性が落ち込んだ時に She's someone who can't be mine って言うんですね。どういう意味かっていうと、彼女は俺のものにならない人だっていう意味です。 Someone は誰かとか人っていう意味です。もうこう誰かを特定しない人ってことですね。はい、 Someone、 まあ誰でもいいって感じです。 She is、 彼女は Someone、 彼女は誰かなんです、彼女は人なんです。そうですね、 She is Someone で、どんな人なのか、どんな Someone なのかを Who can't be mine。 はい、どういう意味かっていうと、私のものにならないです。 Can't be でなれないってことですね。なれない、 mine は私のものっていうことなんで can't be mine で私のものになれない。関係代名詞ってさっきからずっと言っていますが、どこが関係代名詞なのか、はい、これは who ですね。 who の後に付け加えたいことを言ってあげればそれだけで OK です。なんで someone who、 どんな someone なのか can't be mine で、someone の情報を付け加えることができるというわけです。で、この She's someone who can't be mine だけを覚えても仕方ないので、これをあなたが言いたい英語に直していけるように、応用していけるようにしていきましょう。なのでいくつか例文を紹介したいと思います。 Find someone who love you、 これも Notting Hill に出てきたフレーズなんですが、落ち込んでいるそのイギリス人の男性に、その男性の家族、まあ、親戚ですかね、親戚がこれを言ったんです。 Find someone who will love you。 はい、これも someone で言ってますね。で、 find は見つけるって意味です。 find から始まっているので、動詞から始まると、そうです、命令形って言って、何々しなさいっていう、こう提案だったり、こう何々してくださいねっていう命令する文になります。はい、で、 find someone、 誰かを見つけなさい。どんな誰かっていうと、また who の後に説明します。 who will love youWill love you なんで、あなたを愛する、あなたを愛するような人を見つけなさいっていうことです。で、次、 He is someone who can change the world。 またこれ someone 使ってますが、彼は誰かです、彼は人です。
どんな人かっていうと Who の後ですね。 Change the world。 Who の後で Some を説明しています。なので、Can change the world、 なんとなく意味わかりますかね。はい、 Can できる、 Change 変える、世界ですね。 World、 World は世界なんで Who can change the world、 世界を変えることができる誰か、なんで彼は世界を変えることができる人ですとか、そういう役になります。でさっきから someone someone ばっか言ってますが、もちろん someone じゃなくてもいいです。で1個だけこの例文を挙げて終わりにしましょう。 She's a girl who should be a model です。これどういう意味かっていうと、最初は She is a girl、 彼女は女の子です。どんな女の子かっていうと Who should be a model、 model はモデルさんです。 should、何々すべき、何々した方がいいっていう意味ですね。なので彼女はモデルになるべき女の子ですという意味になります。 A girl who should be a model、 どんな女の子かっていうと should be a model、 who の後で should be a model って言ってるんで、彼女はモデルになるべき女の子という訳し方になります。いかがでしたでしょうか。こんな感じで関係代名詞を使って何か説明したいことを風の後でより詳しく説明することができます。で今回は人を説明する時の関係代名詞を説明させていただきましたが、物を説明する時は風じゃなくて which を使うとか、いろいろまだルールがあるんですけれども、今回は人をより詳しく説明するための関係代名詞を説明させていただきました。今回話した内容っていうのは、関係代名詞のほんの一部です。なのでまだまだ覚えなくちゃいけないことだったり、まだまだコツを掴んでいかないといけないところはあります。なのでまた今後ね、僕がどん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 映画見ていって、あ、この表現使えるなっていうのがあれば、その時にお話ししたいなと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。でこのチャンネルでは映画やドラマのネイティブの表現を丸ごとパクって、それを自分のものにして応用できるようにして、自分の英語の表現を増やしてリスニング能力、スピーキング能力を上げていこうっていうテーマでやっております。こんな風にこのチャンネルではあなたが英語を効率よく習得していただけるようにいろいろ考えてやっております。僕も最初は全然英語を喋ることができませんでした。なんでどうやったからここまで喋れるようになったのか、どうやったからここまでコミュニケーションを取れるようになったのか、もしくはもっとどうやってたらスムーズにもっと早く英語を話せるようになったのか、コミュニケーションを取れるようになったのかっていうのを考えながら動画やコンテンツを作っております。なのであなたには僕よりもっと効率よくスムーズに英語を習得していただきたいなと思って動画を作っておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では、せやっ。